今日はかなり涼しく体感にも変化がありました。今夜から明日にかけての気温体感はいかがでしょうか。はい、やっぱり、ね、秋の空気に覆われまして、気温もね下がりやすいし上がりにくい、こういった特徴が出てきます。はい、まず今夜の天気図をご覧ください。引き続き今夜も南の海上に秋雨前線が、あります。この大きな高気圧北日本中心に覆っておりますけれども、これは秋の空気を持つ大陸の高気圧です。でこの様子、これ明日もあまり変わりません。南の方に前線がありますので、まあ、夏の空気は遥か南の海上に後退するということになります。はい、でこちら上空の温度を見ましても、ね、あんまり上がらないというのは、これ明日の12時の上空1500メートル付近の温度の予想なんですけども、これまで、ね、先週あたりまではこの18度ラインという真夏の暑さをもたらすものが西日本東日本広域を覆っていたんです。はい、ただもうはるか南の海上に下がる見込みでして、昼間の気温も、ね、上がりにくいんですね。予想気温で見ますと、まず朝は内陸部中心にいわゆる放射冷却現象、これが顕著です。旭川の明日の朝は5度まで下がりますし、本州でも秋田13度、新潟長野17度、東京も18度、今シーズン一番低い気温になってくる見込みです。さらに日中の気温、西日本東日本は、30度前後まで上がるところが多いんですけれども、やはりですね、空気が比較的乾いておりますので、蒸し暑さを感じるようなところは、一部です。九州南部から沖縄はちょっとムシッと感あるんですけれども、それ以外はね、昼間暑さがあったとしても、これまでのような厳しい暑さにはならない見込みです。はい、明日もしのぎやすい暑さへと変わっていきそうです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。